りぼっちの異世界攻略、星さん。クラス全員巻き込まれて異世界転移させられた系のシナリオ。主人公は面倒ごとに巻き込まれるのはごめんだということで、転移門からの脱出を図り頑張ったが最後には捕まってしまう。そこから転移ガチャ特典ということで掲示板に表示されたチート特典のうちのどれかを一人一個プレゼントしますという感じでクラスメイトがチートスキルをほぼ取った後だったのでカススキルしか残っておらず、紙にごねまくった結果、じゃあお前カススキル全部持っていっていいよということでカススキルを全部もらって森からスポーンする。その後カススキルだと思われた中のあたりスキルが発動して運が限界突破してラッキーマンになる、そこから異世界攻略を始めるというシナリオ。ここからネタバレ。この漫画は前半は拠点構築とギャルやメスを成り行きで助けるというゆるサバイバル、ゆるハーレム拠点構築漫画、中盤はクラスメイトの裏番長のボスを殺したり、ヤンキーチームを殺すというようなクラスの中のクズを間引くシナリオであり、その後は残った利他的なクラスメイトのお世話係をするという感じのシナリオが進むごとにやることが変化する漫画です。漫画としては一貫性が乏しく行き当たりばったりなこれで王道を行くなろう系といった感じなのでアニメ化しづらい漫画ですが、ガチで異世界に飛ばされたらこんな感じで動くんじゃないの？という部分がよく描けておりますし、コミカライズとして長期連載できているので読みやすく暇つぶしにとても良いシナリオに仕上がっております。